皆さん、こんにちは。遠藤です。1月5日水曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか。今日の日経平均は小幅続伸となりました。新年2営業日目は、前日終値を上下に挟みながら推移しました。結果、30円高で着地をしております。出来高は戻りつつあるものの、トレンドは依然として揉み合いが継続しています。資産を失わないためにもですね、積極的なスイングトレードでの買いはまだ控えるべきタイミングと言えるでしょう。さて、まず最初に、昨日挙げました本日用注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。本日用として挙げた注目銘柄、よかったですね。今日の注目銘柄、7銘柄ほど見ておりました。7254ユニバンス、9211 F コード、4888ステラファーマ、3825リミックスポイント、6855電子材料、4080田中科研、6966三井ハイテック、この7銘柄。そのうち3銘柄、エントリー後の利確ポイントありましたね。一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目が6855日本電子材料、一段高となりました。今日3175円が場中高値となっております。朝のこの場面ですね、勢いづいてローソク足、下値切り上げ、高値も切り上げていったということになります。この朝の場面、売り買いの圧力も良好ということで買い場がありました。2つ目、9211F コード。こちらも朝良かったですね。その後結果ストップ安となっております。上髭大陰線、IPO ならではの動きがありましたが、朝一番はこのように上げていきました。口にかけて1490円、一段高となった場面となります。非常にこの場面も良かったですね。激しく動きましたが、それでも安点を切り上げていったということになります。美味しい身の部分だけをしっかりと取ることができれば十分ということになります。デイトレードとなります。そして3つ目が3825、これ何回かポイントありましたね。結果リミックスポイントはストップ高で終えております。この朝の場面、5分3分でも見てみましょうか。この朝の場面もありました。その後10時過ぎてから10時半からですね、勢いづいて一段高となっていきました。で、さらに5番も一段高となりまして、結果1時48分にはストップ高となっております。1時48分に関しましてはストップ高、すべてを取る必要もありません。その前に売りのポイントが来ておりますので、ツイッターの方にもこちら上げさせていただきましたが、美味しい身の分もこちらもしっかりと取ることができただけでも十分となります。ナイス利確ということですね。他4銘柄ほど見ておりましたが、エントリーポイントなく推移しております。場中一段高の場面もありましたが、買いのポイントなく推移したということになります。本日注目銘柄でトレードをされ、利益確定された皆様おめでとうございました。お疲れ様でした。今回トレードチャンスなかったという方、タイミング合わずに利益を逃してしまったという方ですね、利益少なかったという方も、明日以降またチャンスありますので、冷静に見極めてそのチャンスを捉えていきましょう。次に明日用の注目銘柄を見ていきましょう。注目銘柄、現在8銘柄ほど見ております。1つ目、ちょうどこちらですね、3825リミックスポイントとなります。ストップ高で終えております。出来高4120万6700株。過去遡ってみてもかなりの商い、大商いとなっております。明日さらなる高値ですね、捉えることができるかどうか見ていきましょう。一段高となるか見ていきましょう。2つ目、7777 3D マトリックスになります。今日一段高となりました。600円どころをですね、終値ベースでも抜けていっております。12月の高値をブレイク、617円プラス 10.97% で終えております。出来高も入っていますね、1231万9700株ということで、12月につけた出来高、大きなところ
に次ぐ動きとなっております。ボリュームとなっております。今日上髭で終えておりますので、今日の高値どころですね、643円があります。それを捉えることができるか、こちらも見ていきましょう。3つ目、6264丸前です。今日一段高、出来高伴いながら上昇しました。大きく上昇しました。プラス 10.22%、 出来高108万200株となっております。今日の場中高値は3430円、終値3390円となっています。もう一段の上があるか、こちら明日見ていきましょう。丸前です。4銘柄目、5423東京製鉄、日経500採用銘柄の一つとなります。今日1442円のプラス 5.79%、 出来高103万900株と、こちらも出来高じわじわこう増えながら株価上げていっております。一段高となりました。12月の引けを消化したということになります。結果今日は1442円で終えております。明日今日の高値1446円ところをですね、捉えてさらにブレイクしていけるかどうか、こちら見ていきましょう。5銘柄目、3994マネーフォワード、また久々にこちら出しております。今日マイナス 12.35%、 出来高115万9300株、売り目線の銘柄となります。今日はギャップダウンスタート後買い戻されましたけれども、さらに上で重く一段安となりました。まあ、買いも非常にいい上蓋ですね、重い銘柄となっております。でそれが蓋となっているということになります。もう一段の下げの場面が明日あるか見ていきましょう。6銘柄目、同じく空売り銘柄となります。3962チェンジとなります。12月5日の安値1675円まで、届いておりませんが、今日は1718円、マイナス 9.53%、 大きく下落をしております。もう一段の下げがあるか、こちらを見ていきましょう。今日の出来高入っておりますね、178万7800株となっております。7銘柄目、4934プレミアアンチエイジング、これも売り目線となります。売り目線、まあ、引き続き売り目線ということで一段安となりました。今日マイナス 5.28%、 出来高28万5600株となっております。もう一段の下げがあるかどうか見ていきましょう。そして最後8銘柄目、4385メルカリです。今日一段安、上髭陰線が実現しております。5510円、今日安値引けで終えておりまして、出来高168万100株となっております。週足でも赤雲の中に入っていきそうなところまで来ております。もう一段の下げがあるかどうか、まあ、デイトレの範囲ということでこちら見ていきましょう。以上8銘柄となります。これの注目銘柄と合わせ、皆さんご自身でチェックしている監視銘柄ですね、含め、チャートと板を見て判断しながら明日のトレード頑張っていきましょう。またデイトレードで思うような結果が出ない、買えば下がり売れば上がってしまい、なかなか勝てないという方のために、マンツーマンのデイトレコンサルを実施することになりました。こちらは今月1月からですね、3月までとなっております。1ヶ月コースの方もいればですね、2月の例えばこの日に1回という単発のコンサルも受け付けしております。期間限定となります。こちら価値株会員以外の方もご利用いただけるサービスとなっております。なかなか勝てずに真剣に本当に悩んでいる方ですね、また専業を目指したいという方もですね、ぜひお申し込みいただければと思います。また価値株のご案内を含めた株式投資攻略オンライン講座を無料にて公開しております。価値株式株の最短攻略法動画講座は7回分となります。何から始めてよいのかわからない、資金いくら必要なのかわからない、本業の収入が不安定で困っていると、株に関する知識、能力、自信がないという方ですね、あと何ができるかもわからないという方もいらっしゃるかもしれません。まず始めなければついてきませんので、悩むよりまずは行動に皆さん移してください。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と、今回少しでも参考になったという方はぜひ高評価ボタンを押してください。お願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。明日はデイトレ生配信の日となります。焦らず、そして真剣にですね、トレードを楽しみながら行っていきましょう。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。